はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。今日は托鉢修道会ということになるわけなんですけど、まあ、托鉢って何ですかっていうと、まあ、要するに物もらったり金もらったり飯もらったりっていうふうな形になるんですが、ちょっとこれややこしくなるんで、これ乞食行為とは違うんですけど、乞食行為とは違うんですよ宗教活動の一環なので、これ乞食行為ですかって言ったら、まあ、イメージとしてはその子供たちがイメージ持ちやすいとしてるのが、お金くださいとか飯くださいって言ってるのが、まあ、托鉢だというふうにはなりますけど、はい、宅発で生活しますよということですと。で、まあ、宅発の目的っていうのは、要するにその人から物をもらって生活することによって、最低限度の生活をすることによって、いかにこうありがたいことなのかと。で、まあ、世の中全体を見渡すことによって、まあ、要するに、あ、その貧困があったりとか大変な人がいたりっていうことを、まあ、分かりながら、まあ、感謝しましょうねっていうことなんですね、大体。はい。で、この托鉢修道会として有名なところが、まあ、フランチェスコ修道会っていう1209年にできたこのフランチェスコ修道会。で、これが、ドミニコ修道会ということですね。はい。1215年ということになります。はい。で、このドミニコ修道会の中から、カタリ派とアルビジョア派ですね。アルビジョア派ですね。はい。カタリ派とアルビジョア派ということになります。はい。まあ、ぷよぷよ派か、テトリス派かみたいな感じで、まあ、カタリ派とアルビジョア派というふうな感じで、まあ、分かれていきますよということになります。まあ、この辺のところは、まあ、もうちょっと深く本当は説明したいんですが、ちょっと宗教の関係性がある以上、あまりこう、まあ、侮辱する行為になってはちょっとまずいなということなんで、抑えてますね。申し訳ございませんということですね。はい。社会的配慮です。はい。ということで、托鉢修道会、まあ、托鉢で生活しますよということで、フランチェスコ修道会とドミニコ修道会って、この二つがあって、まあ、ドミニコ宗教会、修道、ごめんなさい、ドミニコ修道会の中から、カタリ派とアルビジョア派に分かれますよということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。